12人で紡ぐ12ヶ月のストーリー、月友月歌12メモリーズ。月歌がついにプレイステーションビータに登場と本来はお祝いしたいところなんだけれど、思い出のアルバムを作ろうとしていたら肝心の写真がアクシデントでチリジリになってしまったんだ。さあみんな、僕らを導いて思い出の写真を取り戻すお手伝いをしてくれるかな。月の寮や街を散策して手がかりを探そう。マップ上に落ちているものは後で使えるかもしれないから拾っておこう。おや、早速コインが落ちているね。うん、ルイたちが困っているみたいだな。話を聞いてみるか。こんな時はひらめき9の出番だね。どうやら解決したようだ。よかったな。謎解きみたいでワクワクするね。ペナルティはないからちょっとだけ意地悪をしてみても違った反応が見れて面白いかもね。悩みは人それぞれだからな、いろいろ試してみるのも悪くないだろう。おや、亡くなった写真が見つかったみたいだね。写真を見つけるとそれにまつわる思い出のストーリーが解放されるぞ。ありがとうございます。異論はない。ひらめいた。お疲れ様。負けないぜ。ほら、笑顔笑顔。うん、いいんじゃないかな。おう、任せろ。バッチリやれよ。面白そうですね。俺がついてるよ。交渉成立だね。物語が進むと写真だけじゃなくて僕たちのデジタルグッズも手に入るみたいだよ。さっき手に入れたコインを使ってみよう。好きなグッズを飾って自分だけのマイボードを作れるようだ。集めた写真はアルバムにバッチリ収納。いつでも振り返ることができるよ。全ての写真を集めてアルバムを完成させてくれ。プレイステーションビータ専用ソフト、月友月歌12メモリーズ、6月1日発売。どうぞよろしく。アプリもね。バンダイナムコ